語り、阿部達也。愛部、梶井元次郎。猫の耳というものは、まことにおかしなものである。薄べったくて、冷たくて、タケノコの皮のように、表には獣毛が生えていて、裏はピカピカしている。硬いような、柔らかいような、何とも言えない一種特別の物質である。私は子供の時から猫の耳というと一度切符切りでパチンとやってみたくてたまらなかった。これは残酷な空想だろうか。いな。全く猫の耳の持っている一種不可思議な示唆力によるのである。私は家へ来たある近言な客が膝へ上がってきた子猫の耳を話をしながらしきりにつねっていた光景を忘れることができない。このような疑惑は思いのほかに執念深いものである。切符切りでパチンとやるというような仁義に類した空想も思い切って行為に移さない限り、我々の安寧の中に外観上の年齢をはるかに長く生き延びる。とっくに分別のできた大人が今もなお熱心に、厚紙でサンドウィッチのように挟んだ上から人思いに切ってみたら、こんなことを考えているのである。ところが最近ふとしたことから、この空想の致命的な誤算が暴露してしまった。元来猫はウサギのように耳で吊り下げられてもそう痛がらない。引っ張るということに対しては猫の耳は奇妙な構造を持っている。というのは、一度引っ張られて破れたような痕跡がどの猫の耳にもあるのである。その破れた箇所にはまた巧妙な継ぎが当たっていて、全くそれは創造説を信じる人にとっても、進化論を信じる人にとっても、不可思議な滑稽な耳たるを失わない。そしてその次が耳を引っ張られる時の緩めになるに違いないのである。そんなわけで耳を引っ張られることに関しては猫は至って平気だ。それでは圧迫に対してはどうかというと、これも指でつまむくらいではいくら強くしても痛がらない。先ほどの客のようにつねってみたところでごく稀にしか悲鳴を発しないのである。こんなところから猫の耳は不死身のような疑いを受け、ひいては切符切りの危険にもさらされるのであるが、ある日私は猫と遊んでいる最中にとうとうその耳を噛んでしまったのである。これが私の発見だったのである。噛まれるや否や、そのくだらないやつは直ちに悲鳴を上げた。私の古い空想はその場で壊れてしまった。猫は耳を噛まれるのが一番痛いのである。悲鳴は最もかすかなところから始まる。だんだん強くするほどだんだん強く鳴く。クレッシェンドのうまく出る、なんだか木管楽器のような気がする。私の長らくの空想は核のごとくに消えてしまった。しかしこういうことにはキリがないと見える。この頃私はまた別なことを空想し始めている。それは猫の爪をみんな切ってしまうのである。猫はどうなるだろう。おそらく彼は死んでしまうのではなかろうか。いつものように彼は木登りをしようとする。できない。人の裾をめがけて飛びかかる。違う。爪を研ごうとする。何にもない。おそらく彼はこんなことを何度もやってみるに違いない。その度にだんだん今の自分が昔の自分と違うことに気がついていく。彼はだんだん自信を失っていく。もはや自分がある高さにいるということにさえブルブル震えずにはいられない。落下から常に自分を守ってくれていた爪がもはやないからである。彼はよたよたと歩く別の動物になってしまう。ついにはそれさえしなくなる。絶望、そして絶え間のない恐怖の夢を見ながら物を食べる元気さえ失せて、ついには死んでしまう。
爪のない猫。こんな頼りない哀れな心持ちのものがあろうか。空想を失ってしまった詩人、創発性地方に陥った天才にも似ている。この空想はいつも私を悲しくする。その全く悲しみのためにこの結末の妥当であるかどうかということさえ私にとっては問題ではなくなってしまう。しかし果たして爪を抜かれた猫はどうなるのだろう。目を抜かれてもひげを抜かれても猫は生きているに違いない。しかし柔らかい足の裏の鞘の中に隠されたカニのように曲がった合口のように鋭い爪、これがこの動物の活力であり知恵であり精霊であり一切であることを私は信じて疑わないのである。ある日私は奇妙な夢を見た。 X という女の人の資質である。この女の人は平常可愛い猫を飼っていて、私が行くと抱いていた胸からいつもそいつを離してよこすのであるが、いつも私はそれにへきへきするのである。抱き上げてみるとその子猫にはいつもかすかな香料の匂いがしている。夢の中の彼女は鏡の前で化粧していた。私は新聞か何かを見ながらちらちらその方を眺めていたのであるが、あっと驚きの小さな声を上げた。彼女はなんと猫の手で顔へおしろいを塗っていたのである。私はゾッとした。しかしなおよく見ているとそれは一種の化粧道具で、ただそれを猫と同じように使っているんだということが分かった。しかしあまりそれが不思議なので私は後ろから尋ねずにはいられなかった。それ何です？顔をこすっているもの。これ？夫人は微笑とともに振り向いた。そしてそれを私の方へ放ってよこした。取り上げてみるとやはり猫の手なのである。一体これどうしたの？聞きながら私は今日はいつもの子猫がいないことや、その前足がどうやらその猫のものらしいことを先行のように了解した。分かっているじゃないの。これはミルの前足よ。彼女の答えは平然としていた。そしてこの頃外国でこんなのが流行るというのでミルで作ってみたのだというのである。あなたが作ったのかと内心私は彼女の残酷さに舌を巻きながら尋ねてみると、それは大学の以下の小遣いが作ってくれたというのである。私は以下の小遣いというものが解剖の後の死体の首を土に埋めておいてドクロを作り、学生と秘密の取引をするということを聞いていたので非常に嫌な気になった。何もそんな奴に頼まなくたっていいじゃないか。そして女というもののそんなことにかけての無神経さや残酷さを今更のように憎み出した。しかしそれが外国で流行っているということについては自分も何かそんなことを婦人雑誌か新聞かで読んでいたような気がした。猫の手の化粧道具。私は猫の前足を引っ張ってきていつも一人笑いをしながらその毛並みを撫でてやる。彼が顔を洗う前足の横側には毛足の短い絨毯のような毛が密生していて、なるほど、人間の化粧道具にもなりそうなのである。しかし私にはそれが何の役に立とう。私はごろっと仰向きに寝転んで猫を顔の上へ上げてくる。二本の前足をつかんできて柔らかいその足の裏を一つずつ私のまぶたにあてがう。心よい猫の重量、温かいその足の裏、私の疲れた眼球にはしみじみとしたこの世のものでない休息が伝わってくる。子猫よ、五章だからしばらく踏み外さないでいろよ。お前はすぐ爪を立てるのだから。